バレーボールの新たなトップリーグ、SV リーグが11日に開幕する。2027年までの完全プロ化を目指したセミプロリーグで、現段階では選手のプロ契約を絶対条件としていない。バレーボールプロ化構想の歴史は30年前に遡る。サッカー J リーグが開幕した1993年の翌年、94年からプロ化の声が上がっていた。 そこから幾度となく頓挫しながら、マイナーチェンジを繰り返してきた。今度こそ成功するのか。スポーツライターの小林真也氏はこう言う。バレエの強みは知名度や人気の高さ。一方で、アンバランスな部分が多いのが課題です。一つは、すべてのチームがプロ化を目指していないところ。今まで企業がチームを支えてきたため、独立採算性に抵抗があり、 企業との兼ね合いがうまくいっていないのも確か。選手は1プロ、21年契約のプロ、3完全社員という3種類に分かれているのが現状です。課題はまだある。男子バレーの約80%が女性ファンなのです。B、バスケットボール、リーグのファンは男性55%、女性45%とほぼ半々と言われる。 バレエはチームや地域というよりも選手個人を応援しているファンが多いので、地域の応援に結びつきづらい側面もあるのではないか。プロスポーツとして地域密着型を目指すのであれば、ファミリー層のファンが一定数いなければ厳しいと言われています。小林氏いわゆる箱尾市、はチームが地域に根ざす上で基本。それも含めてバレエはバスケやサッカーと再三にわたって比較されてきた。 この SV リーグのチェアマンには J リーグで常務理事としてクラブライセンス制度導入に携わり B リーグでもチェアマンを務めた大川正明氏が就任他にもバスケ界やサッカー界から引き抜かれたスタッフが事業に携わっている J リーグの時はサッカーの人気がないという危機感から B リーグは2団体の混在によってフィバから資格停止処分を受けた緊急事態に直面し新リーグが発足しました どちらも必要に迫られた形でできたものだった。でも、バレエはもともと人気があり、世界的に見ても、相応の実力はある。サッカーやバスケと比べて必然性が弱いところが気になります。小林氏、もともと国内のバレエ人気は高い。SV リーグの開幕戦はフジテレビがゴールデンタイムでの地